バンパイアはイギリス及びオーストラリア海軍の駆逐艦。艦名は吸血鬼の英語を読み、アドミラルティ V 級の一石。太平洋戦争で日本海軍によって撃沈された。1916年10月10日に帰港。1917年5月21日に浸水し1917年9月22日に浸航した。 1933年10月11日ポーツマスでイギリス海軍からオーストラリア海軍所属となり10月17日にオーストラリアへ向けて出発した。同年12月21日オーストラリアのシドニーに到着した。1934年1月31日予備役となる。1936年7月14日に最終駅したが、 同年7月18日に再度予備役となる。1938年5月11日最終駅。第二次世界大戦開始時、イタリア船ロモロの捜索に従事。続いて、フリーマントルに移動。9月14日に到着し、以降オーストラリア西岸で、紹介任務に従事。1939年10月14日。 バンパイアと駆逐艦ボイジャーはフリーマントルを出港しシンガポールへ向かった。シンガポールには10月21日に到着した。そこで駆逐艦スチュアート、ベンデッタ、ウォーターヘンと合流し地中海へ派遣されることになった5隻は11月13日にシンガポールから出港した。途中、インド洋で通商破壊を行っていた。 ドイツのポケット戦艦アドミラルグラーフシュペイの創作に当たった後、バンパイアはウォーターヘンともに地中海で兵員輸送船団を護衛し12月24日にマルタに到着した。1941年4月ギリシャからの撤退作戦に参加する。1941年12月8日、バンパイアはイギリスの戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、巡洋戦艦レパルスなどとともに シンガポールを出撃し、日本軍攻撃に向かったが、10日、日本軍の航空部隊による攻撃で、プリンス・オブ・ウェールズ、レパルスの2隻は撃沈された。バンパイアは225人を救助した。1942年4月9日、バンパイアは、セイロン島、バッティカル・アオキを、イギリスの小型空母、ハーミーズと航行中に、日本軍機動部隊の艦載機による爆撃を受けて、 激沈され、9名が戦死した。ありがとうございます。